どっすい。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マロです。先日ですね、ちょっと体調不良で動画をお休みさせていただきました。まあ、できる限りね、毎日動画上げたかったんですけども、楽しみにねしてた方、本当に申し訳ございません。まあ、風邪ではないんですけどね、朝起きると倦怠感とね、頭痛とちょっと吐き気がひどかったので、まあ、なかなかねベッドから起き上がれなかったと。で、まあ、一日ねゆっくり過ごした夜にはねかなり回復して、まあ、体もね動かせるようになったんですけども、それでですね YouTube のコミュニティツールで、まあ、今日ね体調不良なんで動画お休みしますってあげたら、あのたくさんのね返信いただきまして、まあ、こんな私めのね、体調を気にかけてくださる温かいねコメントをたくさんいただきました。ただですね、それよりも圧倒的にすんなよコメントの方が多かったですね。皆さん、私を何だと思ってらっしゃるのでしょうか。まあ、安心してください。そちらの方もちゃんとお休みしましたから。ほんとコメント欄がね、おんってね、埋め尽くされてましたので、ひどい話ですよ。でもね、そんな皆さんのコメントセンスが僕は大好きです。というわけでですね、昨日紹介できなかった製品を今回はレビューしたいと思います。それでは、こちらですね。よいしょ。はい、こちら、ビーツの超おしゃれなヘッドホン。ビーツスタジオ3ワイヤレスでございます。で、このビーツスタジオ3が発売されたのがですね、もう2年前なんですよ。2017年の10月ぐらいだったかな。だからもう型的にはね結構古くなってきてます。だからちょっとね悩んでたっていうのもあるんですけどね。まあ、ただねコメント欄でも今のモデルと比較してほしいとか、まあ、僕個人もね欲しかったりして、まあ、アップルのね初売りで1万2000円のねギフト券がついてくるということで、まあ、お得にね手に入れることができました。本体価格の割には他のね製品と比べて値引き額大きかったんですよ。だいたい3万円ぐらいの製品だったら6000円引きだったところを今回1万2000円引きとなってました。ですから肩も古くなってきてますし、そろそろねビーツソロプロみたいにねプロの名前を冠して新しいモデルがひょっとしたら出るのかもしれません。まあ、そこもねすごく気になってたから控えてたっていうのもあるんですけどね。ただ個人的にはですね、やっぱりビーツのオーバーイヤー型ヘッドホンも試してみたいなと思って今回思い切って購入しました。そしてね、このビーツスタジオ3は音楽をね楽しむことももちろんあると思うんですけど、やっぱりデザインが優れてますので、あのおしゃれアイテムとしてだよ。ハオチ。それでは楽しみにしてたビーツスタジオ3中身を見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。どうやったっけんだこれ、チギチに詰まってて外れないのこれ。よいしょ、やっと取れた。それではですね、一体どんなヘッドホンになってるのか、オープン。おお、まだ見えない。この一番上ね外すと、はい、まずはこのようにですねキャリーケースが出てきました。キャリーケースはね、まあ、黒のねファブリック調の素材になってまして、まあ、高級感よりもカジュアル的な印象ですかね。うん、黒い卵のような、うん、非常にね丸みのある形状をしております。そして本体は中に入ってるのかな、ちょっと見ていきましょう。せい、おお、これかこれか。はい、こちらが本体でございます。あれ、思ったよりなんか小ぶりだね。うん、なんかもうちょっとごついのかなって思ってたんですけど、意外とね手に取ってみるとコンパクトな感じですよ。うん、なんか重さもね結構軽いような気がします。そして今回ね僕赤と黒のねモデル選んだんですけど、めっちゃかっこよくないですか。この組み合わせ好きなんですよ、赤と黒ね。高級感もあってしっかりねなんかラフなスポーティーなね感じも味わえて、この赤と黒の組み合わせすごい好きなんですよね。そして箱のね底を開けると、ケーブル類が入ってます。ケーブル2種類もあるのか、これなんだろうね。あ、そうかそうか、ほら 3.5 ミリのねオーディオケーブルついてます。だから有線で使えるタイプですね。そしてこのケーブルはですね、ほらコントローラーもついてる。本体でも操作できるんだけど、このコントローラー付きのねケーブル、これでもね操作ができるようになってるんですね。へえ、面白い。あんまりないっすよね、ヘッドホンのケーブルにコントローラーが付いてるって。そして、充電用のケーブルですね。これね、ケーブルがちょっと注意必要で、これマイクロ USB なんですよね。ライトニングとか USB-C じゃないんですよ。この辺見てもね、やっぱりちょっと古いですよね。今の Apple 製品ってビーツもね、結構ライトニング対応のモデル多いですから。そしてキャリーケースにつけるフックですね、これは。まあ、あとは説明書関連ですね。そしてビーツマークのシール。はい、中身はね、ざっとこんな感じです。それではちょっと本体見ていきましょう。まずここが操作パネルになってるのかな？操作パネルになってるみたいで、このシールを剥がしましょう。そうすると、あ、
なるほど、このビーツのマークのところがボタン式になってるんですね。これで様々な操作を行えるみたいです。ボタンはですね、この左側だけボタン式になってて、右側はね、ボタンになってないですね。片方だけで操作する感じなのかな。そしてイヤーパッド、イヤーパッドはですね、レザー調の質感で非常にね、柔らかいですね。めちゃくちゃ気持ちがいい。こちらですね、昨年発売されたばかりの、ビーツソロプロなんですけども、これと近いのかなと思ったら、ちょっと違いますね。こちらのね、ビーツソロプロの方が少しね、低反発感が強いんですよ。なんか低反発枕とかマットみたいな、ギュッと押し込むとこう戻ってくるまで時間がかかるような、このへこんでる感じ分かります？なんか低反発感の強いパッドなんですけども、こっちのスタジオ3の方がもう少し柔らかい印象ですね。ちょっとビーツソロプロの方が硬いというか、しっとり沈み込むような感じ。スタジオ3の方が若干ふかふかしてるかなと思います。そしてこちらヘッドバンドのね、内側なんですけども、ここがですね、ちょっとゴムっぽい、ゴムの中に空気が入ったような感じですね。大抵ここもね、レザー調になってて柔らかいヘッドホンとか多いんですけども、これはですね、ゴムチューブに空気入れたみたいな、柔らかい質感となってますね。そしてハウジング部分を見ると、これ電源ボタンかな。そしてマイクロ USB の充電端子、まあ、ここ賛否両論分かれそうですね。今 USB-C とか主流ですから、ちょっとやっぱり古臭さは否めないかな。そしてこちらはね、有線で使えるようにオーディオジャックのね、接続部分がついてます。こうやってね、2台比較してもそんなにね、ごつくないね。あ、まあでもこっちやっぱりスタジオ3の方が少しね、形状的には大きいですね。いや、でもどちらもおしゃれでめっちゃかっこよくないですか。ちょっとね、重さを買ってみたいと思います。こちらビーツスタジオ3なんですけども、これがですね、259g。もうやっぱりね、このタイプのヘッドホンとしてはちょっと軽いと思いますよ。対してこちら、オンイヤー型のね、ビーツソロプロなんですけども、こっちの方がね、若干ちっちゃいんですけど、はい、269g。だからビーツソロプロの方が重たいんですよね。そしてですね、皆さん気になってるのが、やっぱりね、こちらのソニーの WH-1000XM3。まあ、今のノイキャンヘッドホンってこいつがね、軸にあると思いますので、こいつとね、まあ、比較してほしいっていうコメント非常に多いので、ソニーのヘッドホンが 254g。あ、ソニーの方がちょっと軽いんだね。比べてみるとこんな感じですね。ハウジング部分とかの大きさ比べてみると、ソニーの方がですね、ちょっとごつい感あるんですけども、ソニーの方が軽いんですよね。そしてこのスタジオ3には W1 チップが入ってます。まあ、初代のね、 AirPods とかに搭載されていた W1 チップですね。まあ今は H1 チップで新しくなっちゃってるんですけども、まあそれでですね、各 Apple デバイスをシームレスにね、切り替えることができます。ちょっと電源入れてみましょうか。はい、電源を入れるとですね、ここに LED がついてますので、これで充電のね、残量がわかりますね。一応ね、本体の再生時間は22時間となってます。ノイキャンオフの状態だと40時間のね、連続使用が可能となってるみたいです。はい、そして電源を入れるとですね、このように iPhone にですね、デバイスが表示されました。そしてこのようにですね、簡単にデバイスの接続ができました。この辺は AirPods とかと同じですね。さすが W1 チップ。そして W1 チップ搭載してますので、他のね、 Apple デバイスとシームレスな切り替えができます。このようにコントロールセンターからですね、 Beats Studio 3にチェックを入れると、はい、このようにですね、切り替えすることができます。ちょっと時間かかりましたね。やっぱりね、今最新の H1 チップがスピーディーにね、切り替えしてくれるので、まあ、それと比較すると少しもっさり感はありますね。コントロールセンターからね、こうやって接続を簡単に切り替えできるのはやっぱり便利ですね。そしてこちらの Beats Studio 3にはピュアアダプティブノイズキャンセリング機能が搭載されてます。まあノイズキャンセリングですね。まあ、搭載されている W1 チップがね、ノイズの処理をしてくれて、まあ、非常にね、高品質なノイズキャンセルを味わえることができるみたいです。これは楽しみですね。ただね、ちょっと残念なのが、ですね、ノイズキャンセリングのオンオフは電源ボタンで行うことができるんですけども、外部音取り込み機能はついてないみたいですね。今の高価格帯のヘッドホンやイヤホンと比べるとね、やっぱりそこは残念なポイントかなと思います。できるのはノイズキャンセリングの切り替えだけということですね。そして、まあ、2年前のね、機種ということで、Bluetooth 4.0 対応。今ね、ワイヤレスイヤホンとかヘッドホンとかは、まあ、Bluetooth 5.0 に対応してるんですけども、ただ、4.0 が 5.0 になったからといって、まあ、音質とかにね、直接影響はなくて、
通信速度だとか、まあ、通信範囲がね広くなるっていうのがやっぱり一番大きなポイントみたいです。そして対応しているコーデックが SBC と AAC、 AptX には対応してません。まあ AAC 対応してるんでね、 iPhone だとか Apple デバイスでは、まあ、低遅延でそして高音質でね楽しむことができるようになってます。それではですね、このおしゃれなオーバーイヤー型ヘッドホン Beats Studio 3音質をねチェックしていきたいと思います。はい、それではですね、こちら Beats Studio 3、ちょっとね、音を聞いていきたいと思います。まず装着感なんですけども、装着感はですね、非常にいいですね。なんて言うんだろう、パッドがね、必要以上に分厚くないんだけども、かなりね、ソフトな付け心地になってます。これだったらね、長時間の使用でも耐えられそうな感じ。付け心地はね、意外とトップクラスにいいかもしれない。まあ、ファッションのねアクセサリーとしての要素も強いと思いますので、この装着感は絶妙な感じですね。そして実際につけるとこんな感じ、この赤と黒のコントラストがいいですね。こういうカラーリングはねビーツでしか味わえないところですね。そして、左のハウジング部分のですねこちらのビーズマークを1回押すと、はい、音楽が再生されました。音はおー、なるほどね。そしてこのビーツマークを2回押すと曲のスキップ、3回押すと曲戻し、そしてですねこのビーツマークのこの外側の部分、この上の部分を押すと音量のアップ、下の部分を押すと音量ダウンといった形で、まあ基本的な操作はヘッドホンで全てできるっていう感じですね。操作感はね、まあ慣れると全然扱いやすいかなっていう印象ですね。そして今音楽聴いてるんですけども、ちょっとね、音はいろんなモデルと比較してお伝えしますね。そしてね、気になる方多いと思うんですけども、こちらソニーの WH-1000XM3、まあこれがね、かなり完成されたワイヤレスヘッドホンの、まあ、基準となるモデルですので、これとね、ちょっと比較してみたいと思います。それでは再生してみます。おお、なるほどなるほど。あー、やっぱソニーはねノイキャンはほんとすごいね。これなんか問答無用でね外の音をカットしてくれてる感じ。久々にねちょっとつけてみましたけど強烈だわ。そしてね、去年発売されたばかりのビーツソロプロ、まあ、ビーツの最新モデルということで、これともねちょっと比較してみましょう。あー、つけ心地はねやっぱりオンイヤーの方が少し圧迫感あるような感じしますね。まあこれは許容できるかできないかっていうところなんですけど、まあ悪くはないんですけどね。ではちょっと再生してみたいと思います。あーなるほど。あー、そうか。はい、というわけでソニーの WH-1000XM3 と Beats Solo Pro、 この2機種とねちょっと比較してみました。まず音質のね違いお伝えしたいと思います。音はですねやっぱりビーツらしいパワフルなサウンドっていう感じですかね。低音域もしっかり出てますし、まあ、中高音域もね潰れたような感じはしてないんですよ。力強いんだけども各音域非常にバランスよくできてるなっていう印象ですね。まあ Apple とかビーツによくあるフラット傾向なんですけども、まあ、力強さもしっかり感じる、そういったヘッドホンになってます。ただですね音質めちゃくちゃいいかって言ったら、ちょっと疑問ですね。っていうのがまず低音域もですね、今ビーツ特有のなんか必要なところに引き締まった低音がズンとくる、ああいう感じがないんですよ。なんかちょっとねぼやけたように一定の間隔で低音が鳴ってるっていう感じ、その低音域の緩急っていうのがあまり感じられないんですよね。だから静かな流れからこう強いねメロディーになってきた時にこうなんかちょっと迫力を感じにくいような、常に一定でボン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 鳴ってるような印象ですので、そういったメリハリに欠けますね。そして、一番ねちょっと気になったところがやっぱり音の明瞭感が弱い、中高音域がねちょっとねこもっちゃってるような印象ですね。そして音にザラつきを感じるような、だからしっかりね各楽器の音を聞き分けにくいんですよ。そしてそんなにね空間的な音じゃないんですよね。空間的な音じゃないので、だからいろんな楽器の音がガチャ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 ちょっと混ざっちゃってるかなっていう印象ですね。やっぱりね少し前の Bluetooth のヘッドホンとかイヤホンに、まあ、よくある音っていう感じでした。これね Beats だけじゃなく Bose もそうなんですよ。サウンドスポートフリーワイヤレスだとか、まあ、クワイエットコンフォートの時も感じたんですけども、低音域とか決して弱いわけじゃないんですけど、やっぱそのちょっとフラット感を感じる音といいますか、そしてやっぱり中高音域のね明瞭感に少しかけるところ、ちょっとザラついた音、 Bluetooth 特有の、まあ、薄味なねちょっと角が取れすぎちゃった音っていう
印象ですね。まあ、当時はねそれでもすごくいい音だなって感じれると思うんですけども、やっぱりこれだけねワイヤレスヘッドホンとかイヤホンが進化してきて、まあ比較してみるとねかなりね物足りなさは感じてしまうんじゃないかなと思います。対してソニーの WH-1000XM3 改めて比較してみるとこいつ本当よくできてますね。低音域はねスタジオ3よりもこの WH の方がやっぱりすごくね分厚いと言いますか、そういったね低音域のメリハリっていうのもしっかり感じることができますね。必要なとこにはずぶとい低音がズンってくるような感じ。そしてやっぱり DSE-HX みたいなそのアップスケーリングも効いてるのか、音の解像度っていうのが非常にいいなと思いましたね。まあ、ソニーなんでドンシャリオンなんですけども、そのシャリオンがですね非常に心地いいんですよ。なんか耳に突き刺さって不快に残るようなシャリオンじゃなくて、しっかり低音域と高音域お互いをこう高め合ってるような、音がいい感じになるようにうまいことねチューニングされてると言いますか、不快なねシャリ音じゃないんですよ。むしろそのシャリ音がビーツでは聞こえないね楽器の音色とかを聞かせてくれたりだとか、明瞭感にねつながってるっていう部分もあるんですよね。そしてボーカルの声が抜けていく時とか、まあ、楽器のね音が消えていく時の余韻まで綺麗に聞こえると、音質のね明瞭感と、まあ、低音域のねメリハリっていうのはやっぱりソニーの方がいいなと思いました。あとはこちらの方が空間的な音に聞こえますね。まあ、耳の中広くにね響いてくれるような、そんな心地のいいね音を聞かせてくれます。そして、去年出たばかりのビーツソロプロなんですけども、あのね個人的にはこっちの方が高音質だと思う。スタジオ3よりも音の解像度がすごく良くなってるというか、低音域も中高音域もまあ、明瞭感がある、すごいメリハリのある音っていう感じ。低音もですねそのぼやっとした低音じゃなくて本当にギュッと引き締まった低音がズンとくる感じなので、なんて言うの、空間的な音作りっていうのはそのビーツあんまり良くないかな、どちらも。ストレートに耳にバンって入ってくるような音なんですけども、その引き締まった音の感じだとかその楽器の明瞭感っていうのはこっちのビーツソロプロの方がね上じゃないかなと思いました。まあ音はねビーツソロプロの方が僕は好みかなと思いました。そしてノイズキャンセリングなんですけども、これもね強烈な印象はないですね。ノイズはしっかり取り除いてくれてるんですけども、あのね低音域のノイズをよく処理してくれてる感じだから、高音域のね音は少しね聞こえるというか入ってくるんですよ。例えば換気扇の真下でノイズキャンセリングをオンにするとゴーっていう音は取れてるんだけども、ちょっとサーっていうね高音域のノイズは入ってくるような印象。対してソニーの WH-1000XM3 はもうこれはやっぱり強烈ですね。換気扇の真下にいてもシーンってなっちゃうんですよ。改めてすごいっすねこのノイズキャンセリング。結構ね今ナチュラルにそのノイズを処理しようとするモデル多いんですよ。ですからまあ音楽の楽しめるレベル、その音に影響のないレベルでノイズキャンセリングを効かせるねモデルがあるんですけども、やっぱりそういう今のモデルと比較してもですね、この WH-1000XM3 のノイキャンはすごい、もう本当にシーンとしちゃう、もうなんか問答無用にね外部の音をもうシャットアウトしてるような、そんな印象ですね。そしてビーツソロプロノイズキャンセリングにしても、こっちの方がねよく効いてますね。こっちの方がもうちょっと高音域のノイズまでしっかり処理してくれて、まあ、サーっていう音もねかなり消えてる印象ですね。オンイヤー型なんですけども、オーバーイヤー型にね負けないねノイズキャンセリングの性能をこいつは持ってますね。そして今ね iPad mini で有線で聞いてるんですけども、あのね有線で聞くとすっげーいい感じ。その Bluetooth で聞いた時のそのぼやついた感じだとか音の輪郭メリハリっていうのがしっかり出てきて、ちょっと Bluetooth で聞くよりも雲泥の差ですね。だからヘッドホン自体のポテンシャルは決して悪くないんですよ。ただやっぱり Bluetooth の音っていうのが、まあ、当時はねやっぱりあんまり良くなかったというか、こういった有線とねもう圧倒的な差があったっていう感じ。 Bluetooth だけではやっぱりこのスタジオ3の実力をちょっと発揮できていないかなっていう印象ですね。そして昨日のね夜から今日の夕方ぐらいまでねちょっと丸々1日使ってるんですけども、外もね出歩いてみたんですが、まあ、通信の安定性は非常にいいですね。まあ、これは AirPods の初代も非常に良かったので、まあ、街中を歩いてる程度だとかそんなにねちょっとゴミゴミしたところは行ってないんですけども、まあ、電車に乗ったりしてても、まあ、通信がねブツブツ途切れたりすることはなかったですね。まあ、今のモデルと比べてそんなに通信安定性が悪いって感じはしませんでしたね。この安定性もですね Apple 製品とは
と非常に、ね、相性がいいと思います。そして遅延なんですけども、動画の遅延はですねほとんど気にならないレベルですね。わずかにちょっとずれてるかなっていう感じはあるんですけども、全然視聴できるレベルです。まあ、ここもですね今のヘッドホンとか、まあ、ワイヤレスイヤホンとか比較しても全然悪くはないです。動画の遅延は非常に優秀。はい、そしてゲームの遅延なんですけども、あのねゲームの遅延もかなり優秀ですよ。まあ、AirPods Pro なんかのね最新の H1 チップにはちょっと及ばないかもしれませんけども、わずかにちょっと遅れてる感じはねあるんですけども、よほどシビアな人じゃなければ全然これぐらいのゲームだったらプレイできそうですね。はい、というわけですね、ビーツスタジオ3、試してまいりましたが、正直言うとねやっぱり今買うのはあんまりおすすめしないモデルかな。やっぱりここ2年でのワイヤレスヘッドホンとかイヤホンの進化って凄まじいのでね、まあ、それと比べるとやっぱり見劣りしてしまうかなって思いました。やっぱり Bluetooth 特有のね音の荒さだとか、まあ、ちょっとね盛り上がりに欠ける感じ、まあ、ノイズキャンセリングのね性能も今飛躍的に伸びてますので、比較するとねやっぱりちょっと物足りない部分があったりだとか、まあ、外の音をね取り込めないだとか、まあ、公式でね売られてる 34,800円というね価格を考慮すると、この価格帯だったら今はね音もノイキャンも機能もですねもっといいモデルがたくさんあるなと思いました。決してねこいつが悪いんじゃなくて、当時はこれでも非常に良かったんですよ。うん、優れていたと思いますよ。だから BOSE のクワイエットコンフォートとかと比べても全然悪くないんですよ、そこまで。まあ当時はねこの辺りがまあトップクラスのねワイヤレスヘッドホンだったんですよね。ただ今はですねもうソニーみたいな強烈なノイキャンと高音質をね両立したモデルだとか、もうゼンハイザーみたいなねもう超高音質に特化したモデルだとか、まあ、こういったモデルが出てきているので、やっぱりね比較するとどうしてもね見劣りはしちゃいますね。まあ、唯一ね買いじゃないかなって思う点はやっぱりこのデザイン、こういったカラーリングはですね本当にビーツでしか味わえないモデルなので、もうなんせね持っていたりこうつけていたりしてね本当気持ちがいいですよね。なんかファッションアイテムとして購入するんだったら全然ありかも。綺麗めの服というよりはもうカジュアルな服とかでもねこうやってヘッドホンがねしっかり映えると思いますので、うん、これつけてね街中歩いてたらね5人は抱けるんじゃないかな。ただしイケメンに限る。ただですね今回アップの初売りでも他のモデルと比べてやっぱり値引き額も大きかったですし、発売されてもう2年以上経ちますので、そろそろね新しいモデルが出てくる可能性も個人的には高いと思ってます。そしてねビーツのヘッドホンってビーツソロプロもそうだったんですけど、急にねポンと出てくることがありますので、どっちかというと買うんだったらそっちの方が僕はおすすめかなと思います。そしてね、今年ねこのソニーのね WH-1000XM3 の後継モデルも出ると言われてますので、個人的にはねこの2つの後継モデルが出る可能性があるんだったらそっちの方がおすすめかなと思います。やっぱりねここ2年の進化はでかかったです。というわけですね、ビーツスタジオ3紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。購入の参考になりましたら、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。